新害革命武将記儀記念館と入り口前の孫文像。新害革命武将記儀記念館は中国古北省武漢市武将区にある1911年の武将記儀から始まったとされる新害革命記念館である。もともと新害革命博物館と呼ばれていたが、新害革命の100年記念の2011年に近くに新しく、 新外革命博物館ができたので、この名に改名された。武漢市は、家中の中心になる大都市で、長江と観光により分断された山地区があり、商業中心の観光と工業区中心の関与に対して武将は政府関係の部署が置かれている。新外革命武将危機記念館となっている建物は1910年の完成で、もともとは、 清政府の湖北市議局が置かれていた。1911年の武将放棄の後に中華民国が設立し、民国の軍政府学軍と特府が置かれていた。1949年に中華人民共和国が成立してからは、1981年になって、侵害革命博物館として一般に開放された。入り口前に孫文の像があり、全体が 赤レンガの建物で、功労王とも呼ばれ、主郎と五郎が、この字のように配置され、陳列は、侵害革命武将記義史跡、湖北軍司令部の復元、湖北市議局史跡に分かれている。2011年の侵害革命100年記念に近くに、新しく壮大な、侵害革命博物館ができたので、侵害革命武将記記念館に改名された。 全体が首ギ文化公園の中にあり、新しい博物館は部楽寺をくぐったところにある。ありがとうございます。